皆さんこんにちは。前回までで S ランクモンスターのバベルボブルを作って、次はメタルキングを作りましょうって話をしてて、メタルキング作るためにはぐれメタルを4体用意して、4体配合でメタルキングを作る準備を進めてました。で作ったのがこれですね。バベルボブルは前回お見せしたやつで、今23レベルまで育ちました。攻撃力、守備力も高くて強そうなモンスターなんで、なんていうの、前衛の方にパーティー組み込んでいこうかなと思ってます。このゴールデンゴーレムと、なんだっけこれ、魔王の使い、ドラゴンソウル、ショルジャーだと、まず誰を解雇すればいいんだろうか。まあ、ともかくですね、はぐれメタルの4体配合でメタルキングが作れるんですけど、こんな感じですね。メタルキング、間違えた。はぐれメタル2体を親にして、はぐれメタルを作り、っていうのを2回繰り返して作った、オスのはぐれメタルとメスのはぐれメタル。こいつら配合すればメタルキングを作ることができます。ってことで、配合場に行きましょう。S ランクモンスター3体いれば、刀身レオソード、レオソードの正義バージョン倒せますかね。まあ育成してある程度レベル上げないといけないと思うけど、 S ランク3体だったらさすがに勝てると思うんですが、どういった、はぐれメタルこれですね。4体配合でこんな感じで、はぐれメタル4体掛け合わせることでメタルキングを作ることができます。メタルキングはこの後の配合で使うのもあるかもしれないけど、今のところ性別どっちでもいいと思うんで、とりあえず作っちゃいましょう。スキルどれが一番いいんだろう。とりあえずこれ勘でこれでいきます。スバースアップにイオン&ヒアドスラフォース、ということでメタルキングのオスができました。ということで、S ランクモンスターがバベルボブルとメタルキングの2体とりあえずできて、もう1体準備進めていたのが、二軸弱の配合準備で、低い鳥、ホークブリザードを、オスメス1体ずつ作りました。で、低い鳥とホークブリザードの4体配合で二軸弱を作る手順なんですが、僕は、低い鳥とホークブリザードを掛け合わせたやつを2体用意すると勘違いしてたんですが、そうじゃなくて、低い鳥のオスメスを用意して、低い鳥作って、ホークブリザードのオスメス用意して、ホークブリザード作って、それでできたホークブリザードと低い鳥を掛け合わせることで二軸弱できるみたいです。ちょっと説明分かりにくいかな。そんな感じなんで、低い鳥を魔界地下で捕獲というかスカウトしてきたんですけど、なかなかスカウト成功率低くて大変でした。ということで、まずは低い鳥と低い鳥で低い鳥を作ります。できたのが低い鳥のオスですね。なのでホークウィザードはメスにしなきゃいけません。ということで、また補足的手段ですけど、ホークウィザードの性別を確実にメスにするために一旦ここでセーブして、ホークブリザードがメスになるのを祈りながら配合していきます。ホークブリザードオスとホークブリザードメスから、ホークブリザードメスが生まれることを祈りながら配合します。外れたらリセットします。できたのがホークブリザードオスですね。これまあとりあえずこう見てわかるように、低い鳥のオスとホークブリザードがオスなので配合することができないんで、一旦リセットします。ちょっと画面が今一瞬うるさかった。ちょっとまた DS のホーム画面戻っちゃいますが、すいません。リセットするとき一瞬なんか画面が硬直するような感じになりましたね。
このスタート画面、スタート起動画面お見せしたの初めてなのかな、ひょっとして。なんか音量がうるさくなってる。すいません、なんかリセットしたら音量がおかしくなってたので、音量として改めてホークウィザードオスメスからホークウィザード作ろうと思います。今度は成功してください。バベルボブル作るときは一発で成功したんだけど、オスメスのランダムの出現が今回うまくいかねえな。また押すべました。ということで、すいません、またリセットします。リセットがちょっと時間かかるんで、この時間がちょっと見てる方つまんないかもしれないんですけど、ホークウィザードメスが出ないとミュージックビデオが作れないので、すいませんがリセットします。なんかリセットすると音量がうるさくなっちゃうんで、毎回なんか音量下げてるんですけど、今度こそメスが出るように祈ってくださると嬉しいです。3度目のチャレンジ、2度あることは3度あるのか、3度目の正直なのか。ホークブリザーの性別はメス、やっと来たぜ、ようやくです。ってことで、まあ一旦ここを切りますけど、じゃあちょっと待って、一旦どれか交代させるか、もバベルボブルと、A ランク、バベルボブルを先頭にしてホークウィザードここに置きましょう。ちょっとスキルポイントも振りたいから。で、今で多分確認しますけど、低い鳥とホークウィザードやると、あれ、なんか僕間違えてますか。低い鳥とホークブリザードの4体配合で二軸弱できるはずだと思ったんですけど、なんかできないぞこれ。バードファイターになっちゃうんだけど、なんで。せっかくなんかさっきメスでよっしゃーとか言ってたのに。配合表もう一回確認しますかね。なんでできないんだこれ。低い鳥と低い鳥が作った低い鳥を押すと、ホークブリザードメスとホークブリザードメスから作った、じゃあホークブリザードが作ったメス配合するとバードファイトしかならないんだけど、なんで二軸弱にならないんだ、ちょっとよくわからないので調べます。なんでうまくいかなかったかわかる方はコメント欄とかで指摘してくれると嬉しいです。とりあえず今回なんだっけ、メタルキング作成は成功したんだけど、メタルキングハグレメタル4体配合でメタルキングを作れたんだけど、ホークブリザードと低い鳥の4体配合で二軸弱なんかうまく作れないので、ちょっと調べて次回二軸弱を作りたいと思います。なんでうまくできなかったか分かる方は本当に教えてください。すいません、やっとオスメス出てよっしゃーとか思ったのに。というわけで今回ね、2体目の S ランクモンスターメタルキングを作ったところで終わろうと思います。また次回見てくれると嬉しいです。サンキューウォッチングマイビデオ、 See you next time、 バイバイ、また次回よろしくお願いします。